うでもいいことに使っちゃうからお金もね。もう寝てるし、半分寝てるし。ひょっぽ旦那じゃないあれ。旦那。あれ、なんか、苦しんでる？仮面？マスク？猛獣仮面、ワイルドデデデ。何なんか、旦那。ちょ、まだ操られ、操られちゃった感じ？旦那、そういうところ多いんだから。今回ずっこけしてこないから、やっぱちょっと正気じゃないっぽい。あ、ばい、大丈夫。お？旦那、どうした？え？何？あ、走ってる。ちょ、なんか、ワンちゃんみたいな。あっつ。はい。え、ちょ、あなたが吸い込んで、あやまず触って、出ねえよ、旦那、吸い込んでくるね。待て。ペロペロ暗黒茶でーす。はい、ということで今回も星のカービィディスカバリーやっていきましょう。なんかボス戦だけどまたデデの旦那っぽくなかった？わかんないけど早速ですがやっていこうと思います。では行ってみましょう。さて、ってことで1200コインでしょ。ちょ待って、一回トレジャーはあれ、今回トレジャー、あ、出たけど、あ、出た？ストームトルネードトレジャー。出ててもいけなかったりするから、どうしよう。え、すげえスリープ見てみたいんだよな。一回待ち行こうか。1200ってね、結構高いけど、あ、でもどうなんだろう。そんな大した。いや、こういう時に優先しちゃうんですよね。本当にどうでもいいことに使っちゃうから、お金もね。レンジャーか。とりあえず設計図持ってないもんね。スリープ。ディープスリープの設計図。よく眠れる。あれ？ 3 個、3個だよね。いやーい、ちょっと見てみたい。うん、可愛さを求めて。はい。お前、それを進化させるのか？本当にいいんだな。はい、はい。どうなる？ね、もう寝てるし、半分寝てるし。スリープ能力はディープスリープに進化した？あの、月の形をした帽子？帽子だし枕にも使えるみたいな。あ、眠い。あ、寝るよ。寝るよ。あれ？寝ない？あれ？寝ない？あれ？寝ないの？あ、ね、寝た。ちょっと、カメラさん、もうちょっと上。あ、かわいい、声が。へぇーほーって言ってる。あ、なに、速度上がった。やべえ。じゃ、もう一回いいですか、ちょっと。はい。セット。はい。はい。セットしました。ステージ中に手に入る能力もディープスリープになります。あ、これ、え、自分で使えるのこれ。こう、横向きで、これ使って、どこからともなく布団とベッドが現れて、あ、やっぱあれ枕なんだね、帽子の形した。超かわいい。でバフがかかると、え、いいじゃん、バフかかんの。はい、サップするし。え、これ何回も重ね掛けできるかな。どうなんだろうね。よし、じゃあこの状態でじゃあ他の能力持っていこうか。うーん、どうしようか。そう、これなんだっけ、これクラッシュか。あれ、ハンマーって、あ、一番強くてこれか。ピコハンの方が弱いんだね。そしたら、今回は、トルネード持ってこうか。あ、トルネードまだレベル1だ。よし、行こう。あとは、登れない。登れない。あそこにショップあるけど、あとここのこれやってちょっと稼げるとかぐらいかな。あー、700とかもらえる。30秒クリア。あー、いや、ちょっとそれは時間かかっちゃうから、今やめとこう。じゃあボス行こうか。なんかデデの旦那だからね、え、わかんないけど、デデの旦那だったら、なんか能力じゃなくて、こう、ノーマルで行った方がなんかちょっと、ね、なんだろう、正々堂々じゃないけど、そんな感じもするけど。
まあでも言うて最近のゼルダの旦那ハンマー改造したりするからな、全然正々堂々じゃないか。なんかっぽいけどね。王の御前行ってみよう。すごいバトルフィールド。でもなんか4つぐらい解禁要素があるの。王の御前逆走、こういうのかっこいいね、光が差し込むところ。マキシムトマト、本当はマキシマムトマトってしたかったけど確か文字数が足りなかったんだっけ。あー何どれにしよう。でもトルネードあるしなー。うーん、ソード、ソードね。まあソード強いけど、なんか毎回ソードっていうのもなんかね、やっぱひょっぽ旦那じゃないあれね。えあのウサギさんマーク、あれあれはもともとウサギさんの背中だったっけね。あれアニメ版でからかな、ちょっと私の辺詳しくないですけど。だな、あれなんかなんか苦しんでる仮面マスク猛獣仮面ワイルドデデデ。何なんか旦那また操られ、え、ちょ操られちゃった感じ。もう旦那するところ多いんだからねえ。え、でもこの間仮面しなかったよね、すごい派手な。あ、そっちもあるな、こっちもあるよ、いけ。ちょ強いな旦那、大丈夫、ちょ無理出して。はい、なんだハッチ、うん、からの すごいな、なんかどっからハマー投げてきたの、何したの今。トルネードって結構当て方難しいよね。はいで行くと、でもこう跳ね返っちゃうからね、当て方が。ダッサン、ダッチョ、来た来た来た、旦那といえば、おい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 、ヒップドップ的な。あった、待って待って、近いテレテレテテレレレテレテレテレ。なんか正気を失ってる感じするけどね。いやーいい曲、ほんとアレンジかっこいいね。あんまダメージ入んないねやっぱね。どうしようか、腰当てた方が早いかな。ちょい痛っ。あばばばばばさばい、溶岩は別に取れるなら問題なし。結構ねえコピー能力使うと危ない危ない危ない、おー危ない危ない、ちょっとあれだね。てか今回ずっこけしてこないからやっぱちょっと正気じゃないっぽい。ずっこけしてこないから正気じゃないっていう、その判断の仕方もあれだけど、なんか星吸った方がねダメージ入る気がする。はい、あ、待って、でもさ待って、だってあれでしょ、そろそろさ本気出してくるでしょ、 HP 減ってきたからそれ見てないでしょ。あっパッ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 。危ない危ない、でもあれね回避した時敵はスローになってくるから優しいね。はい、そろそろ本気出してくるでしょ。なーだ、この位置やばい、この位置関係よくない。あれ何もしてこない、そろそろ本気出してくるんじゃない。え、ドッスンドッスン、はいからのドッスン、ダーン。ちゃんとした攻撃とかしてこないからやっぱ出るもんな、正気じゃないよ。もっともっとねおかしな攻撃してくるのがやっぱ出るもんだし。危ない、あーつい、あっ、ダッ、ノリクが、あれこのままやっつけちゃうよ、これ大丈夫、なんか第二形態があるとかそういうオチじゃない、あ、痛い、おー、ノリクが、テテレ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 、あ、まだ痛い、これ回避で回避しちゃダメだよ、ジャンプで行くだけ、
ねえ、いやトレーが制御難しい。ほいほいほい。ねえ、やっつけちゃうよ。いいの、本気出さなくて。あ、待って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 、近い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 。ほい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 。あ、痛い。あ、切るんだ。お？旦那、どうした？え？何？あ、走ってる。ちょ、ってこと、ってこと、ハンマーあれ。セル？あ、セルは。あ、はい。なに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 、ちょ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 。ちょ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 ってことってこと、やっぱ第2形態あった。ちょ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 、あ、いったいって。そう、やっぱそう、そういうやっぱずっこけしないとね。ちょっとだけど、正気ないっぽいけど、なんかワンちゃんみたいなやつ、ワンちゃんみたいなやつ。うんうんうん、もう分からん、声聞かたら分からん。うん、曲のリズムのテンポも上がったしワンちゃんね。ちょいちょいちょい、はいちょいちょい、はい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 、熱っ熱っ。それずるい、近づけないじゃん。ちょ待って、やられちゃう。ああ、バツる、バツる。うん、遅かった。え、なになになに、手下がいつか味方なった。はい、じゃあ、はい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 、年ね。はい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 、はい、じゃあごめんね、ごめんね。べったんこ、べったんこ、あっちゃ、あれだめだ、あれだめだ、あれだめだ、あれだめ。これちょっといいカードいっちゃう、いっちゃおうか。カードやばくなってるし、いただきます。はい、あんま回復しねえあんま回復しねえ。えいえいえい、あぶぜい、あぶぜい、ぜいぜいぜい。はい、おれおれ、まるで闘牛士かのごとく、おれ全然避けてないけどはい、はい、はい、ぺったんこ、え、ぺったんこ、てれてれて、はい、あ、ちょ、あなたが吸い込んで、あやがるぞ、出ねえよ、旦那、吸い込んでくるね。危ない。で、これは、4番があって近づけないから、引いてバテてから、そこ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 。はい、よっこいしょ、よっこいしょった。もう一発いく？はい、よっこいしょった。あ、もうちょっと。あ、から吸い込んでくるんじゃない。ほんとに、これどうせ、どうやってかわせばいいの、これ。どうやってこれ、これで合ってるの。あ、ばば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 あ、ちょ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 、逆逆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 逆、そうしないとここで能力もらえるんだね。はいはいはい、はい、ドッスン、はいはい、いや強かったね。あ、仮面破けた。旦那、エフィリンじゃない。エフィリンどうしちゃったの。あにゃあにゃ、2段階以上進化した能力で倒す。ああ、そうなんだ。この野郎、この野郎、この野郎、プニプニしてる、ここにやろう待って、これあれじゃん、ちょっと待って、またあの隙あらば後ろでなんかやるんじゃないの。大丈夫、また繰り返すよ。はいずっと気になっちゃうわだい、ワイルドデデデの炎の攻撃を食らわない。大変だってそれ。あ、助けてる、助けてる、優しい優しい。はいはい、めっちゃ賞金だった。あ、やっぱだね、旦那優しいんだって、やっぱあ、来たよ。おなんだなんだ、ウィスト軍団が逃げるべよ。ここで旦那がこけたり、あ、悪いでこけた。あ、見せ場だ、見せ場だ、旦那、旦那見せ場だぞ、マドルディ。いや、やっぱ旦那いいやつ、いいやつ。せやろな、あ知ってるぞ、旦那がいいやつだってことは。ねえ、ほらもうこれだから、ほんと旦那は旦
んなー。なになに、ラボディスカバール研究所。え、喋った。認証システム作動。え、喋ったよ。認証中。認証中。カービィのゲームで喋ったよ。入館コードを承認。館内ナビゲーションを再起動します。パンポカパ。いかがでしたか？え？科学研究所ラボディスカバールのドキドキ発見ドリームツアー。それでは最後に。究極の生命体 IDF86 についてご紹介します。ほっ。 IDF86 はこの惑星に飛来して以来、多くの原生種に対し侵略活動を続けてきました。なんでそんな楽しそうに言うの。危険性を憂慮した研究対策チームはその対象を捕獲。以来当研究所にて IDF86 の持つ空間転移能力、そんな能力持ってんだ。今我々が手にしている惑星間ワーク技術の基礎となるのだ。ワドルディが労働者に。あ、だからワドルディさらってたの。え、かわいそう。研究開発から え、超ブラックじゃん。やば。あの歴史的なワーク実験事故が発生し、やばいやばい。事故により体内から分離した別個体は施設外へ脱走。え、現在もまだ見つかっておりません。見つかっておりません。その後 IDF86 は再び活動を再開することなく、今もここラボディスカバールの最上階にあるエターナルカプセルにて永久保存されている。帰ります。すいませんでした。それではご覧ください。いや、じゃあ帰ります、帰ります。究極の生命体、はい、IDF86 です。はい、帰ります。すいません、ちょっと間違えました。いや、オタク間違えました。いや、ちょっと待って、ちょっと待って、マジか。え、このままマキシムトマトあるし、ボス戦行くの。ちょこれはちょっと収録時間的にもちょっと次回かなね。カメラのバッテリーもまた切れちゃったしね。では次回またお会いいたしましょう。以上、アモクシャでした。バイバーイ、ペロペロー。